ルナのルナのためにね。メープ出しますよ。はい、出さんでいい、出さんでいい。アイザー。はい。何ですか。今からちょっとご飯食べ行こうかなと思って。今何時ですか。11時過ぎぐらい。あともうちょっとやね。うん。ちょうど私お腹空いたんで。あ、あの今日はルナのね出生届を日本大使館に出しに行きましたので、ちょっとせっかくこっち方面に来たので。マラテにある美味しい日本食レストランに行こうかなと。はい。あなた出産終わってなんか美味しいものまだ食べてないから、出産のお祝いにね、ちょっと美味しいものを食べてもらおうかなと。ありがとう。はい。やった。なので、うん。美味しいものをたくさん食べてください。はい。ありがとう。あとで。チャンネル登録。よろしくねー。イエーイ、イエーイ。覚えてますか、前ここでライブしたの。はい、はい、すごい久しぶり。すいません。このおしぼりいいんですよ、うん、マジでマジで。俺はね、このおしぼり好きなんですよ。ね、マジで。じゃあ似合ってみて、似合ってみて。うん、やろう。すごくならないかな。このおしぼりが好きだよね。ね。Thank you。ランチ初めて。はい。ね。うん、もう好きなだけ食べていいけん。ありがとう。好きなだけ。このあったかいおしぼりなかなかフィリピンでもらえないんですね。いや本当よ、多分俺が知ってる限りここだけじゃないかな。わからんけど。本当に日本スタイル。これすごい。このランチセットってさ、粉にいっぱいで安い値段です。安いよ、うん、これはすごいよ。なかなかここ来ないとこんなの食べれないんだ、うん、いやリーズナブル、いやリーズナブルと思うよ、かなり。なんで？で美味しいし、この値段では見えないよ、うん、俺が知ってる限りみんなここ美味しいって言うもんな。すごいよ、ほんとに何回も行きたいぐらい。何個食べてもいいよって。いや、それいっぱいすぎる。絶対これ食べれんよ、2つしてると。いい、俺は食べるよ。じゃあ、頼みます。はい、来た、鉄火丼。やばくない？これ、ま、マグロ？マグロよ、鉄火丼。そうだよね、うん、どうぞ、どうぞ。色がめちゃくちゃうまそうやんけ。やば。いや、私待ち。何？食べていいよ。食べていい、うんうん、どうぞどうぞ。いただきます。美味しそう。早いね。早い。茶そば、茶そばです。ジャパンレストラン早い。いただきます。お客さんも入って。ありがとうございます。いただきます。かけていい？どうぞどうぞ。少しずつね、辛くなるかもしれんから。OK。うまい。うまい。食べてみる。はい、じゃあ俺も食べてみる。次はどうぞ。はい、食べてこ。いただきます。これ大好きよね。うん、うん、日本と変わらん。いや、いいね。安くて美味しい。お店の中に人がおらんったら、おいしいって叫んどうと思う。
めっちゃ蕎麦好きやけどさ、どうしても蕎麦食べたくてザル蕎麦セット頼んでしまった。うん、じゃあ味見はどうですかね。絶対うまいやろ、もう見た目がうまいもん。うん、いただきます。ちょろいちょろい。まあまあ美味しいって言ったら、まあ間違いなく美味しいだよね。最高。うん、うまっ。日本で食べるそばと一緒。そっか、うん、うまい。私も食べてみたい。どうぞ。めちゃくちゃうまい。ちょっと遠いけど、これ食べます。いただきます。うん、うん、やっぱここは日本人だ。ここはやっぱ日本人がちゃんとやってくれてるから、だから美味しいですね。いや間違いない。そして、うん、極めつけのとんかつとんかつもせっかくやけど、なんかいろいろ食べようと思って。超豪華今日。はい、食べよう。じゃああなたが全部ね、もし食べれんかったら。じゃあ俺とんかつ食べていい。責任者が大丈夫。責任めっちゃ腫れてる。うん、責任者がその人です。でも今日なんかすごく腹減ってるんですよ。まあこれはね、食べないもんね、いつも。うん、食べない。特上とんかつ、日本のとんかつらしい、日本の豚肉らしい。いただきます。すごいですね。うん、うん、柔らか。確かこうです、うんうん、結構柔らかい感じです。特上、特上いいね。美味しいの食べると笑顔になりますね。うん、まあ、たくさん食べましょう。はい。あらデザート付きですよ、デザート。じゃあ今笑ってしまったのが、今日3つのオーダーがあったから。そうよ、まさか3つが来たからどうしましょう。私が2つ。どうぞどうぞどうぞ。あの、おっぱい作らなあかんからたくさん食べてください。いや、そういうことじゃないけど、はい、ルナのためにね。メルク出します、はい、出さんでいい、出さんでいい、はい、これは大丈夫よ、あなたと半分にするから。はいはい、わかりました。どうでした、ランチ美味しかったですか。うん、美味しかった。あ、満足。ありがとう。いえいえ、まあ、全部美味しかったけど、ダディがね、最後はあなたが全部食べてくれた。いやいやいや、俺はもう全然食べれますよ楽勝で。あんまりお腹パンパンすぎたらちょっと危ないですね。そうか、下手ちゃうかもしれない。これはもちろん食べます。はい、ありがとう。まあ、ちょっと今日はね、急遽ランチで、来ましたけど、また夜、うん、次は光も連れて、うん、お、まだあるの、また今度ね、あのルナがね落ち着いたらルナも連れてきて、まあ、もうちょっとね、ルナはあれやから、あ、ま、今年のクリスマスもまた来たいね、うん、あ、そっか、いいね、ルナ連れて、うん、うん、あの個室でまたね、ゆっくり、そしたらルナが泣いても大丈夫や。うん、そうね、うん、まあ、その時また食べに行きましょう。楽しみです。まだまだ先ですね。うんじゃあ、今日見てくれてありがとうございます。さよなら。